はい、こちらにね、取りました宝石が全部あります。15階ですね、15階から、地下2階までの、各フロアの宝石をねこう全て集めました。このスペシャルアイテムというところに、まあ、とあるアイテムが、解禁されます。はい、ということでどうも皆さんお待たせいたしました、大地でございます。今日はですね、こちらのゲームルイージマンション3を、やっていきたいと思います。今回の動画はですね、ルイージマンション3にあります、宝石というアイテムをですね、まあ、全部集めたら一体どうなるのかという動画でございます。ということでですね、まあ、ところどころ、この宝石はどこにあるのかとか、この宝石はどうやって取るのかとか、で最終的には全部取ったらこういう結果になりますよっていうのをねお見せしたいと思いますので、それでは本編どうぞ。あ、これだ、これライトやろ。お、そういうことか、同じ形で色違いのものをどんどん集めてけってことか。イエーイ、取れた。お、あと4つだね、四角いストーンが、あの宝石みたいなのが。ほら、あった。オッケー、あ、これグイージーが下に行くってことか。オッケー、手に入れました。そういうことだ。どうやって行くのかなってずっと悩んだけど、これグイージーが行くんだ。あれ、ここもグイージーなら行けるんじゃね。あ、行けるわ。あ、これか。オッケー、ファイヤー、イエーイ。お、これで全部揃ったよ。あ、揃ってないか、四角はまだ。じゃあ四角もあと1個だ。あれ、それエレベーターのここもなんかなかったっけ。ああ、これだ、これさえ取れば俺の勝ちだ。ああ、そういうことね、グイージーだ。で、この中、オッケー、全部揃ったよ。おっと、パーキングにある宝石全て回収した。回収して、少しカクつく。嘘、マジで。あ、なんだ、おお、何か集める系ですね、完全に。これは、あ、いける、いけるな。 OK、白だよさん、こんばんは、いらっしゃい。なんかここに光ってるのあるんだよな、これ。なんだこれは。え、なに、あ、これ、え、あ、違うか、白いダイヤだね。あ、ここになんか引っ掛けられるやつあったやん。え、あ、待った。ってこと？おー、そういうことか。よっしゃー、ゴゲット。いや、マップだとここなんだよな。なんだ？お、なんかあるやん。二人で押すんだ。そういうこと？あー、で、もう一人も回すと、おー、黄色出てきた。そういうことね。お、そういうことかよ、ここか。それはわかんねえわ。いや、そういうロジックかよ。よっしゃ、メインロビーゲット。ファイヤ
金だ金。お、違った。ルビーだ。いいね。これ全部集めると何になるんだろうね。お、いやワンチャンでしょ、こんなの絶対。絶対ほらあった。ヒエールビーのロジックゲッツ。あ、これ全部これで開けんのか。オッケー。よいしょ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 。オッケー、ルビーゲット。しゃあ。やりました。怪しくね。これ回るんじゃねえの。ほら。やっぱり。これちょっと邪魔だからこれやって、なんか回る仕掛けに見えたもん。よし、そういうことだ。オッケー。あ、そういうことか。あ、そういうことね。だー、そういうことか。これでいけるわけだ。ゲット。お、あと一つだ。あと一つで石が揃います。あ、この中に石入ってんじゃん。そういうことか。しゃあ、アッパーロビーにある宝石をすべて回収しました。あ、これで壊すんだ。オッケー。しゃあ、ルビーゲット。あ、これ照らすと出るとかってこと。あ、そういうことか。なるほどね。下を照らすと出るんだ、こうやって。把握把握。これで水が止まるんじゃない？なるほどね。フィューって。そういう仕掛けだったのか。オッケー、よし、ゲット。ラッキー。やっぱり。お、なんだ。わあ、あった。ここにあったのね。よっしゃー、あと3つ。なんかある、ここに。はしごだ。こんなところにはしごがあるだなんて誰が思うでしょう。お、あった、ラッシャー。あ、やっぱそういうことね。だと思ったわ。こっちにあったのか、こういうのが。知らんかったな。あれ、まだこっちにある。あ、これか。そういうことか、ここか。 OK、 3回もクリア。もう1回か。うえー、お、音楽の石。あ、なんか覗き込めるんじゃない。わ、いるよ。あ、青い宝石や。こいつを倒せばいいのか。はい、金庫にしまって、入りましょう。オーマイガー。おお、うわ、わお、面白。おお、そういうこと？そういうこと？やった。手に入れた。ルイージのあのテーマだったね。さあ、こっちは何がある？ワンちゃん。あ、なんか怪しいよ。なんか。
おおおおおお。なるほどね。オッケー、何が手に入る？なんだ？お前かーい。オッケー、スタ。おら、おら、おら、おらよ。オッケー。あと3つだね、これは。あった、吹くんだ、やっぱこれも。あ、ほら、やっぱり。オッケー、しゃ、順調だね。なんかあるな。あ、こういうことね。そういうことか。こういうことね。オッケー、出た。あと1個だ。絶対怪しいよね、これ。ドッスンみたいな技。あっ！やりますね。コンセントを挿すと、そういうことですよ。結局こいつを使って、あの、この組織を強化してからじゃダメだったんですね。そういうことだったのか。ここにあれがあるのかな、もしかして石が。あった、よっしゃ、全部回収したぞ。怪しいな、えやつじゃない。オッケー、ゲット。ほうほうほう。え、キャスパー知らないの？マジのスケピッピー？おっ、なんかダイヤだぞこいつ。ボーナスお化けじゃないの？おお、やった。これ逃したら手に入んなかったパターンじゃないの今の。わかった、これだ。え？いや、普通に通れた。ああ、こういうことか。ちゃんと決まった場所にやんないとダメってことか。オッケー、ダブルゲッチュだぜ。ほらよ。あ、これあ、これあれ、そこじゃね、今さっきの俺が、え、これ出て取るんだろうってとこじゃね。オッケー、お、よし。ゲッチュー、オッケー。あと1個だ。あ、出た。あ、これの中に入ってるってこと？きたー、ゲストルームフロアにある宝石全部ゲット。あら、
おお、そういう感じか。やっぱ石が、あ、やっぱあるじゃん。あるわ、この貝も。やっぱあるわ。いや、ネズ中だ。あ、上に登れた。あー、これでゲットか。怪しいな、吹くのかな。なるほど、グイージーで取るのか、そういうことね。じゃあ上のとこもそうやって取るってことか。怪しいな。なるほど、キャッスルフローで金庫部屋を見つけた。おお、金庫部屋見つけた。お、やった、緑の剣ゲット。あれでも1、2本がどっかにあるな、やっぱり。あ、ここにあったわ。1本ここにあったわ。あ、なんかある。そういうこと。うわー、ここにあったのかよー。全然上がんなかったよ。お、なんかあるね。お、早速ゲット星。よっしゃー、これ1個目じゃない。最後の方か。オーイエー。あー、こいつを使って取り行けってことか。これでー。オッケー、二つ目ゲット。怪しいのこれだよな。お、なんだ。お、なんかある。オッケー。お、なんだ、ここにあるんじゃないの。あー、これで、はい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 、これをまた水出してあげるとこっちに水がかかるわけだ。なるほどね。でライト当てると、おお、出てきた。よし、あと3つだ。なんか怪しいのあるんとちゃいます。おお、地下に行けたよ。お、あれはどうやって取るんだ。グイージーじゃない、グイージーが行かないとダメだな。ここか。オッケー、よし、あと2つ。オッケー、オッケー。お、あと1個どこだ。これは怪しい。あ、上にあった。イエー、あったー。しゃ、グリーンフロアにある宝石全部回収したぜ。あ、ヘリコプターか。これか。オッケー。まず1個手に入れました。なんだ？あー、こうか。お、メダルだ。あら、どうやって取ればいい？なるほど、2つ目ゲット。ここは怪しくね？おお、ほら、来た。イエー。なんか動いてんなと思ったら、こういうことだったのか。あ、こん中入れるのか。さすがグイージー。
とりあえずこれ溶かそっかな。これで溶けるはず。イエーイ、よし、あと一個。これが怪しい。こいつだったわ。オッケー、よっしゃ、全部集まった。おおおおお、マジか、やった、1個ゲット。絶対あの恐竜目覚めるやんな。なんかある。あ、そういうこと。来い、よっしゃ、イエーイ、2つ目ゲット。よし、壊す、イエーイ、キノピオ避けた、おいしょ、やばい、こいつ宝石持ってるやつだ。おらよ、おら、おら、おらよ、よいしょ、よし、あと2つだ。絶対こいつに当てると思うんだよな。おら、来た、おっしゃ、お、そういうことかーい、そういうことかーい、お、クソイージーじゃねえか。寝落ち確定？いいよ、全然。眠いときにはやっぱ寝ないとダメっすよ。大変っすからね。ああ、なるほど。なるほど。まあ、赤いレンチは取れたと。なんだ？あ、なんかあったわ。はい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 。なるほどね。オッケー、2つ目ゲット。あ、こういうことね。そういうことか。入る場所か。なるほど。あ、燃やせってことか。お、出てきた。よし。お、なんかやったら取れた。どういうこと？どういうこと？こう出ちゃうもんね。あ、そういうことか。こっちこういけるのか。オッケー。ああ。うん。なるほど。これでゲットできるのか。ゲットするわ。オッケー。あれ、ここが2つ。おー、出てきた。しゃあ、よし、これあれじゃね。なるほど、やはり。
あ、これで口開くんだ。はい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 。イージーですね。イージー、イージーゲーム。オッケー、あと3つ。マトリョーシカスタイルか。さあ、4つ目だ、これで。よし、あと2つ。で、これできっと石が出てくるぜ。そうやろう。あ、オーケー、あと1個。順調だね。あー、こんなとこにあったよ。イエイ、よし、全部手に入れた。風まあまあです。おぶねー。まあだいぶ良くなってきたといえばなってきたんですけども、まだちょこっとね残ってるみたいです。おに、もう一個だ。取れば。おっと、あ、オッケー。今回は順調だね。そういうことだ。ゲッチュ、あと3つだ。あ、豚さんの中に入ってた。なるほど、これか。 OK、 反射して分かんなかった。こいつにかぶせてあげるんだよ。ほら、そうすることによって上に行ける。あ、ここに石があるんだ。オッケー、ゲット。全部揃った。マジックフロアの、マジックフロアの宝石は、全部ゲットしました。ゲーな。よっしゃ、入ってた。よし、よっしゃ、もう一回使おうか。なんだ、あ、そういうことか。なるほど、そういうことですね。あ、犬におった。早速1個も手に入れたわ。やはり。来た。やはりや。来た、倒したぜ。OK。ゲット。あ、4つ目か。あと2つ。おい、来た。うん、おわ、
Oh, yeah! Oh, is it? Yeah!このどこかにあるの？あった。オッケー、こん中にある。イエー。よっしゃ。これ最後の一個どこだろう？あった、ここだ。なるほど。オッケー。全部。おっと、びっくりした。なんだ。あわお。なるほど。一個手に入った。しょっぱなあるんけ。お、ここか。ああ。同じ回数鳴らすと出てくるのかな。よし、勝手に蹴ってこう。あ、そういうこと？簡単じゃん。うわー、そういう仕掛けか。なるほど、そこが開けるあれだったのね。音楽をどんどん鳴らしてあげるってことか。オッケー、全部取った。あ、全部踏めばいいんだこれ。わかった。What the fuck? まあわかんないけど、まあ全部踏めばよかったんですよね。そういうことなんですよね。わ、めっちゃ金あるやん。いいね。ディスクフロアで隠し金庫に忍び込んだ。オーケー。これは全部いただくぜ。まるで GTA5 の最初のオープニングを思い出すかのような、この金のさばき方、銀行ボートはだからやめられねえ。金のヘッドホン手に入れましたね。だいぶクリアには近づいてきたかなとは思いますけどね。あ、そういうこと。おお、やったぜ。紫取れないよー、取った。まるでマリオのあのゲームだな。あのブロック兵を壊すやつ。もう一着。イエーイ、楽勝。お、スーパーハイパーメガトンキャノン砲を使うときが来ちまったようだ。さあ、どこに何があるか。ついてるついてるついてる。隠し扉できて。いいね。ありとあらゆるものを吸い取ってきたよな。ははははは。あいつの秘密の部屋だ。あいつの部屋を手に見つけちまったぜ。
おお。あ、それだけ？こっちへも流すと。なるほど。あと2つか。なんかある。いいよ、重いかい。よいしょ、オッケー、手に入れた。あと1つ。お、なかった。なるほど、ここか。なるほどね。よし、ディスクフロアにあるほつき全部ゲッチュアーぜ。いや、やっぱりなぁ、だと思ったよ。なんかこの白いとこ後ろに隙間あるし、ここに注目されるからなんかあるだろうと思ったんだ。やっぱりな。よっしゃ、キングテレサ像を1個手に入れたぞ。グイジ行きます。ああ、ここに行けたわ。こうやって行くのか。なるほどね。ルイージーの向きなのか、これ。おお、すげえ。なるほど、面白い仕掛けだね。あ、これだ。これはあそこにはめるってことね。なるほど、レッドテレサケッチュ。あと2つ。なんだ、お、なんかある。あ、宝石だ。なるほど、ゲットだぜ。なるほど、イージーゲームだ。すべての宝石を回収した。イエーイ。はい、ということでね、ラボに、やってまいりました。こちらの、ギャラリーですね。ギャラリーの宝石、はい、こちらにね、取りました宝石が全部あります。地下2階から、最下位まで、15階ですかね。うん、15階ですね。15階から、地下2階までの、各フロアの宝石をね、こうすべて集めました。で、これを実際集めるとどうなるかっていうと、このスペシャルアイテムというところに、まあ、とあるアイテムが、解禁されます。はい、9番ショットがタイプ C とですね、こうなりましてですね、まあ、見てわかる通りですね、これがね、デフォルトで、これが解禁されたやつ。なんかね、こう宝石チックな感じで、9番がこうなんかダイヤモンドチックな感じに変わるんですね。これが、宝石を全部集めた時のご褒美みたいな感じですね。ということで、皆さんどうでしたでしょうか。見事無事に全部集めることができましたでしょうか。まあ、僕も実際生放送で集めたんですけども、まあ、本当にね、大変でしたよ。で、実際、9番がこれですね、ダイヤモンド。いいですよね。くるくるくるっと思って。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。また何かね、面白いネタ、面白い企画、見つかれば動画撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。